行ってみよう。平らじゃないところもなんかいいよね、うんうんうん、で真ん中の砂利が川のようなう、ね、このぐらいスペースがあるといいんだけどね、うん、一山ぐらいのスペースはない？一山ぐらい作れるかも ね、うん、その下の芝生は何？ちょっと長めだけど、ね、足が長めだけど、うん、芝生なのかな。冬でもなんか綺麗に保たれてるよね。これまさに盆栽の世界だね。輪にならないの？あの置いてあるこう石みたいなのによってね、うん、輪っぽくもなったりするけど、うん、今のこの雰囲気別に輪ではないよね。そうだよね。ワッフルとキャラメルラテで、じゃあここに一緒に置いてください。ワッフルの匂いが、そうだね、ワッフルかもね、うん、甘い香りが。はい、ちょっとドリンクのみですので、お菓子付けしてましたよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お豆腐ワッフル、うん、お豆腐ワッフルって、あのすごくメープルの香りが、ね、すごい甘い香りがする。でキャラメルラテ、ラテ、はい、珍しいよね、ラテ、ラテを飲むって、うん、でもキャラメルだったら、うん、好きっていうか美味しいなって、うん、そしてコーヒー、 AB コーヒー、 AB コーヒー、こちら AB スタイルさんの AB コーヒーです。 AB コーヒーだそうですよ、うん、じゃあこれはセットで、うん、そう、こっちはドリンク単品、ドリンク単品にお菓子がつくんだね。ね、なんかこうカトラリーとかもおしゃれだね。おしゃれだね、なんか、あ、本当だ、すごく細い繊細な感じ。乾杯。バイ、いただきます。ああ、うん、なんかこの大きな窓から外を見ながらさ、うんね、ソファーが外向きになっていて、うん、ちょっと贅沢な感じがしちゃうよ ね、 ね、こんなスペース作れ作れない、南はないけど、北の窓にソファーをこういう風に置くっていうのもいいかもね。窓にソファ向けて、北の窓さ、うん、2階のオープンルームは広いじゃない、すっごい2メートル以上あるわけでしょ、うん、すごいよね、うん、こんな感じってことでしょ、うん、そうね、まあ、これもっと長いけど、うんうん、そこにこう、うん、外に向けてソファ置くっていいよね、うん、でお豆腐ワッフルいただきますね。家の話してるとさ、うん、あっという間時間過ぎるよね。だけどお豆腐なんだよね。お豆腐だよ、お豆腐、お豆腐ワッフル。全然なんか物足りなさ全くなし、おいしい。あ、そう、うん、ん、お豆腐なの？お豆腐なの？で、健康的ってことだよね。そうだね、おいしい。え、お豆腐でこんな風に作れるの？お豆腐だよね何度も言うけどお豆腐、お豆腐ワッフル、おいしい、うん、おいしいです。では言っときますけど、豆腐ですからねいただきます。言われないとわからない、うん、わかんないよね。お豆腐だよねって書いてありましたね。うん、後でもう一回確認しないといけないぐらい豆腐かどうか恐怖感がないっていう、すごいね。
美味しいとメガネが落ちてるんですよ。そうなんだ。美味しいとメガネがずれるんですね。今ずれてましたね。薪ストーブ炊いて、うん、2階にこのコーナーを作る。うん。うん。言っても大したスペースじゃないんだね。そうだよね。うん、逆になんかこのこじんまりした感じ感がいいよね。そう。なんかここがさ、うん、囲まれてる感じがいいんだよね。うん、なんか。車に乗ってる時に安心する、なんか一人のこう空間みたいな感じ、うんうん、コックピットぐらいの感覚、うん、そう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 、舞い上がれ的な、うん、でこれ色がさ、もうちょっと濃いわ。ああ、ウォールナット、うん、ウォールナットでこういう、うん、テーブルと、なんかこのさ、囲まれてる感がいいよね、うん、いいなこれ。ちなみにこれは1個いくらぐらいするの？なんか今ここ座っててすごく居心地がいいんですけど。これっておいくらぐらいするんですか？このサイドテーブルで2万2000円。あ、こちらが、こちらが2万4000円。2万4000円。意外とお手頃にね、揃ってるからいいね。これ木の種類って多少選べたりできるんですかね？決まったこれだけなんですか？なんかちょっとミーティングするのにもさ、うん、パソコンを少し前に出したらパソコンをここに置いて両側から見ながら話ができたりとかね、うん。